皆さんこんにちは、ムンさんでーす。はい、今日の主役はこちら、パン粉でーす。たまにパン粉をいただくことがあるんですけどね、子供でもいたらいろいろわんぱく料理を作ってやれるんですけど、いないですからね、処理に困るんですよね、パン粉。なんとか無理して一回使ってもその後使い切るのに時間がかかって賞味期限が。フライや天ぷらなどの油もんは後片付けが大変ですからね、パン粉なんて使わないんですよね。ということで、処理に困るパン粉をメインにして簡単に使い切る手抜き料理はないかということで、パン粉を使ってパンケーキ風卵焼きを作ってみたいと思います。料理は日々研究です。何が何グラムとか何 cc とか、その通り作ってたら新しいものは生まれないし、自分の好みの味は作れません。ということで、分量とかは書きません。作ってみたい方は自分の目で見て、自分の経験で材料を変えたり分量を調整してみてくださいね。それでは作ってみましょう。はい、今回はおやつとしてのパンケーキ風卵焼きを作ります。ムンさん一人分ですよ。まずは卵2個を割ります。あ、壊れた。はい、今度は成功。はい、よくかき混ぜますね。そしてお好みで砂糖ですね。今回はおやつとして食べますけど、普段の食事に使うなら出汁を入れて味付けしてもいいですね。そして牛乳、多めに入れると柔らかくなりますよ。そしてつなぎの薄力粉ですね。そのまま入れるとダマになりますが、手抜き料理なんでね、気にしない気にしない。なるべくよくかき混ぜた方がいいですね。そして余ったパン粉を入れます。まあお好みで適当ですね。よく混ぜ混ぜして、もうダメ、このぐらいの柔らかさでいいかな。ちょっと入れすぎたかな。フライパンに油を引きます。ムンさんはオリーブオイルを使いますけど、サラダ油でもバターでも何でもいいですよ。フライパンによってはなくてもいいですよ。今回は卵焼き用のフライパンを使いますけど、丸いフライパンを使うとよりパンケーキっぽくなります。先ほど作った種を入れます。きれいに作りたい人は表面をよくならして、トントンして空気を抜いてやった方がいいですね。今回は手抜き料理なんで大雑把にやりますよ。ちょっとパン粉が多かったみたい。表面ボコボコ、火の加減は超とろ火ですね。フライパンの上にアルミホイルで蓋をして8分ぐらい焼けばいいかな。はい、8分経ちました。どうかな、裏返してみましょう。もうちょっと綺麗に焦げ目がつくようでやったんやけど、まあいっか。もう一度アルミホイルで蓋をして超トロ火で3分ぐらい焼きます。はい、3分経ちました。ゼロ。表面をきれいにならさなかったのでボコボコですね。まあいいや。はい、それでは切っていきます。はい、こんな感じです。さて断面はどんな感じかな。どうや、お、なんか蒸しパンみたいですね。それでは食べやすい一口サイズに切っていきます。はい、切れました。それでは盛り付けていきます。普段はタレの中にバターを入れるんですけどね、今回はおやつなので上にバターをのせてみます。
表面にバターを塗り込んでね、美味しくなれと。そしてたっぷりメープルシロップを垂らしてやります。蜂蜜でもいいんですけどね、ムンさんはメープルシロップが好きです。何もかけなければそのままパンケーキ風卵焼きとして美味しく食べられますよ。はい、出来上がり。はい、それではいただいてみましょうかね。バターもだいぶ溶けてきていい感じになってます。表面ちょっとパリッとしてるのかな。はい、こんな感じですよ。卵焼きですね。卵焼きっていうか、お寿司屋さんの卵焼きみたいですけど、見た目は。ホットケーキミックスみたいなのを入れるともっと美味しくなると思うんですけどね。一応これ手抜き料理なんでね。簡単手抜き料理なんで、手早くできる方法で作ってみます。よし。うまっ。ふわふわですね。牛乳入れたからかな。もうちょっと牛乳を振ってもいいかもしれないですね。そうするともうちょっと柔らかくなりますからね。うまっ。うまいね。うまいね。はい、これは普段の手抜きレパートリーに入れておけば、パン粉が余っても全然困らないので、まず自分で買わなかったパン粉を普段使い用として買うこともできるようになりますね。ああ、よかったよかった。はい、今日の動画はここまで。チャンネル登録して次の動画をお楽しみに。ほな、さいなら。